はい、こんにちは。まわ。まわ。こんばんは。はじまるくん、こんにちは。あ、消えちゃったもん、はじまるくん。マスクしてるし。いや、そのマスクは。こんにちは。どうしたんですか？マスクいらないですか、これ。はい、室内なんで。あ、大丈夫ですか。外します。いいマスクですね。ありがとうございます。アンドゥさんにいただきました。お、いいですね。それでは、今日は4人でトークということで、早速始めましょうか。楽しみですね。はい。これ、もう何人見てるとか全然わかんないですもんね。確かに。何人見てるんだろう。でもまあ、普通に普段通り喋ればいいよね。そうっすね。うん。田中さん、いや、はい、こんばんは。コウタさん、こんにちは。こんにちは、こんばんは。あれコウタ君、それユニフォーム着てるんですか？俺、ユニフォームですよ。はい。え、あ、普段家でユニフォームでいるタイプですか？そうそう、常に試合と同じ気持ちでいたいから。いや、いや、素晴らしい。素晴らしい。あれお二人のなんかここに入ってるあのファジアンのこれですか？気づいちゃった？はい、これはあのソフネットっていうブランドがありまして、はい、そのブランドが J リーグとコラボしたほぼ全チームかな、何チームかないんですけど、うん、まあ大体のチームがコラボしたグッズです。いやかっこいい。パーカーもある、ね。かっこいいよね。ね、じゃあちょっと。やりますか。FC リアルブリストル。はい。いいっすね。うん。これ買ってください、皆さん。このグッズ。まだ、もうやってない。まだやってんの。買えるのかな、これ。これ買えます、買えます。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。はい。え、俺の服にもちょっと。何？あ、そう。カーテンと色合わせたってこと？ちょっと、ね、違う。三色コーデとかじゃないですから、これ。あ、違う？ツートーンのね。ペナルティ様、うん、ペナルティのね。あ、はい。ファジアの岡山のユニフォームスポンサーである。そうなんですよ。あ、純喜はあれだもんね。しかもペナルティのスパイクとかも。はい。提供してもらってね。はい、いつもお世話になって。素晴らしいね。はい。なので、職業はペナルティの服でやらさせていただきます。さすがですよ。じゃあまあ、今ちょっと200人以上はもう見てもらってるらしくて。ああ、本当にすごいですね。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そもそも、まあ、始めますか。そもそもなんでこの4人でトークをすることになったのか。それは、これですよ。はい。今回、チャリティーグッズを制作したことによって、ちょっと今回はいろいろその思いというものをみんなで語っていこうという回なんですけど。まあ、キヤ最初、どういうふうに俺らグッズ作ろうって話になったんでしたっけ？最初は、あれですね。ちょうど4人で、ズームで話そうみたいになって。うん。それ別にグッズとか何かしようってわけじゃなくて、ずっと自粛期間でみんな会えてなかったから、そこで4人で久しぶりにこう、ズームで喋ってるときに、なんか やろうみたいに、急に話が始まって、うん、何かできることないかなっていうので、なんか、2時間ぐらい喋ってたよね、確か。いや、多分4時間ぐらい喋ってます。あ、もうそんなにだっけ。夕方の5時スタートで、もう。あ、そうだ、早かったんだよね、スタート。そうだ。ね。そしたら、もうあのね、本当に何週間前の出来事っすよね、うん。そうだね、それから本当に、
いろんな人に動いてもらって一気にここまで来たね。ねえ。あの時みんなでユースくんとかコウタくんとかもいろんなこと調べてましたよね。何がいいかなって。いや、いろいろ案はあったよね。はい。結局バックにはなったけど、うん、いろいろとアイディアはあったから。うん。いろいろあったね。ね。ヨガマット。ヨガマットとかあったもんね。あの、ズームトレーニングの真っ只中だったからね。うん、そう。俺らは。うん、いや、あのマット結構、マットもここまで来ましたよね。マットあったけど、うん、まあ、使う人はちょっと少ないかなっていうところでね、却下したけど。うん、まあ、あとは普通に T シャツとかさ、うん、シンプルに、なんかいろいろ出たね。はい。また、あれじゃないですか？あとはもう、レジ袋がね、有料化することになったっていうので、うん、もう、うん、よね。そうだね。それも決め手の一つだったね。まあ、あんなとこからもう今、デザイン完成して、すごいっすね、ほんと。うん。うん。デザインといえばやっぱでも、どういう感じでデザインをしてったかっていう、話。ね。え、じゃあ、なんで、どういうのはどっから始めます？ロゴから始めます？うん、なんでもいいよ。そうだね。任せるよ、純喜。じゃあ、まあ、段階踏んで、まあ、トートバッグにしたっていうのは、まあ、そうやって、エコバッグのにも使えるし、まあ、何かをしたいっていうので、まあ、トートバッグ、大きめのトートバッグにしようって話になったじゃないですか。でも、あのロゴの、意味も結構みんなで話し合ったじゃないですか。うん、上田さん。はい。ですか。ロゴの込められたものっていうのは。デザイナーはほとんど木山選手ですけどね。デザイナーではないですよ。でもまずね、言葉を、メッセージをどうしようかっていうのから考え始めて。うん。で、やっぱり、ファジャーノ岡山っていうイタリア語だから、それでイタリア語にしようってなったんだよね。うん、そうっす。で、それ、多分、その言葉を考えたのも聞いちゃうんだよね。確かに。うん。まあ、なんか、何個かね、何個かみんなでこう、イタリア語でこんな言葉あるよ、みたいなのが出てきて。うん。はいはい、はい。うん。その中の一つで、このセンプレコンボイっていう。うん。っていう話になったっすもんね。うん。うん。なんか響きも良かったし、うん、いい言葉だよね。うん。あと結構イタリアで試合そのファンサポーターの中で言われたりしてる言葉なんでしょう。うん、うん。っていうのもなんか横断幕とかにもね使われたりしてるのとかも見たんで。うん、なるほど。はい。うん。いいなと思って。この文字の下にある口みたいのは顔になってるのかな。はい。それは木山さん。これは本当に適当に落書きしてみたんですよ。この文字を書いてセンプレコンボイっていう。はい。ちょっと暇だったんでお絵描きをしてみて、でまずコウタ君に個人的に見せたのかな、確か。LINE で。そうだね、うん。こんなん書いてみました。ちょっと4人、いきなり4人にやるのちょっと恥ずかしかったんで。何やってんだこいつって思われたくなかったから。うん。一回ワンクッションコウタ君挟んで、で、意外となんか悪くないじゃんみたいな感じだったから、そこで4人に見せたっていう。え、それ牛の話？牛？牛の。あ、牛じゃない。両方ある。あ、両方。あの写真ないの？見せれることあります。うん。後ろにある。話、進めといてください。そう。最初はね、絵になるまでにもう一個キーアング出したんですよね。そうそうそう。牛のやつね。ね。
でも今俺その最初に話しちゃった時にこう書いたやつも見てるけど、いろいろ考えてるな最初も。お、お願いします。最初これ久々に見たねこれ、うん、なかなかの、あれ最初文字だけだったんだっけ。そう、最初文字だけ、すごいいっぱい書いたんですよ、なんかこう、うん、いろいろ、うん、あ、それの一番下のやつじゃない、これこれかな、そう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 、多分これ、あ、その、うん、そう、今さっきこれかも、あ、ね、ちょ これよくわかんないけどこれを見せて、ね、そっからまさかこんな風にね、本当ね、うん、なると思わなかったけど、うん、でも本当あのロゴ実際カバンでこうね、サンプルを俺らは見て、うん、やっぱ良かったなと思いましたよね、なんかバランスといい、うんうん、そうだね、うん、最終的にはあのデザイナーの方にね、はい、協力してもらって、あのこのロゴになりましたけど、はい、本当なんか最初と男性目線になりそうなとこもあったけど、ね、両方こう、うん、男女共に使ってもらえるようにっていうデザイン、そうね、本当いろんなパターン出してくれたもんね、デザイナーの人も、うん、お男だったら絶対こっちみたいになりましたよね。ああ、あったあった。だから、ほんと、ちょっと皆さんの手に届くのがね、楽しみだね。うん。楽しみですよ。じゃあ、あと、こだわりポイントっていうトートバッグの。あ、こだわりじゃあ俺言いましょうか。はい、ちょっとゆうすけさんお願いします。まあ、これ多分俺が最初に言ったと思うんだけど、うん、まあ、岡山はやっぱデニムが有名なので、うん、あのそのバッグのどこかにデニムを使いたいなというところをまあみんなで話し合って、まあ、今回ポケットとあの持ち手の部分と、まあ、そういうとこにデニムを使わせてもらったっていうところは一つのこだわりにありますね。そうですね、うん、ずっと一貫して言ってましたもんね、田中さんはこのデニムを使おうっていうのは、ね、いろんなアイデア出てきた中でも、いやデニムは絶対だよっていうの、はい、そこはちょっとあの、うん、通しました、うん、僕、うん、ね、デニム好きなんで、うん、なんかえ、てかもうちょっともったいぶらず見せながら説明します。あ、そうですね、そうだね、はい、あの見たいっていう 声も聞いてたんでね、皆さん。まだ迷ってる方もいると思うんで。はい。見せていいですか？いいと思います、はい。お願いします。こちらになります。おー、これが、今日届いたばっかかな？今日届いたばっかですね。反対も見し、反対もね。反対が、こうなってますね、デザインが。いや。いいね、ここポケットになってまして、ここちょうど携帯が入るサイズになってます。大きめの携帯が入ります。結構デカめのね。うん、はい。あとなんか、まあ、あとその紐のね、長さとかもね、結構みんなで。そうですね。うんうんうん。こだわりまして。肩にかけれた方がいいとかね、うんうん、肩にかけるとこんな感じです。うん、あ、いいね、結構大きめですけどね、でもまあそれがまた買い物にもいいですもんね、うん、そう、いろんなピクニックとかにも持っていけるし、うん、いいと思う。ここがで、で、肩につく部分はこのデニムではなくて、うん、こういう風になって、色がつかないように ね、はい、うん、で、このデニムの生地もこのアンドゥさんの色落ち
しづらいデニムっていう素材を使ってるんで、うん、濡れたりしても本当に色落ちしないみたいです。中の方は？中のポッケとかその辺も中はこんな感じになってまして、ここポケットがこれです。ここにあります、うん、でこれは長財布が入るぐらいのサイズなんで、うん、そこの右下にあるやつもは何なんですかね、はい、ここですか。これはエンブレムが入ります。ファジアいいっすね、さりげなく、はい、でここのこれですね、止める部分もあり、はい、こういうふうにできます。うん、はい、ちゃんと締めれるってことですね。締めれて、はい、こんな感じです。うん、まあ、あとはやっぱりあれじゃないですか、紐のところの数、はい、これですね。はい。そこもこうたくん、どうですかね、はい。ここの数字はね、まあ、お気づきの方もいるかもしれませんけど、僕らの背番号が入ってるんですよ。あ、これ背番号なんですね。順番はどうやって決めたんだっけ。順番は、バランスを見て、背番号順だと最後に13、14って来ちゃうから、うん、なんかバランス悪いなと思って、でその2桁の数字は間に挟む、間っていうか交互に入れようと思って、そしたら自然と年齢順になっちゃった。年齢順になってあ、これいいじゃん、もう偶然です、この数字はね。でも本当最初数字入れるってなっても、本当バラバラに入れるとか、いろんな数字入れるとかも相当話しましたよね。うん、あったね、いろいろでもやっぱ一番しっくりきてるよね。うん、で最初だ、ま、この、うん、うん、あ、どうぞどうぞ。数字もあえてこの向きで入れたっていうのもね、こだわりはありますよね。うん、あんまないよね、そういう縦に、うんうん、そこのやっぱセンプレコンボイと数字のバランスがまたね、うん、いいよね、すごく気に入ってます。最初とかだっていろんなあって1から50ぐらいまで数字入れてとか、うん、それに丸つけようみたいな、俺らの。ああ、すごい。番号。うん。なんかいっぱいそういうのも考えてね。楽しかったね、これ。考えるのすごい。うん。いや、本当に。あと、お、今、なんと、400人。おお。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。本当、みんなの周りでもさ、買ってくれたって人、すごい聞きますか？そうですね。僕の友達とかも、もう4つ買ったよって連絡くれたりとかして。うん、ね。すごいありがたいですね。ああ、結構、あと、選手のみんなも賛同してくれて、他の、うん、選手もみんな持つ予定です。何か。うん、はい、だってハディなんてさ、俺毎日会うたびにさ、バックまだ、バックまだって言ってくる。いやでも、ね、本当嬉しいですよね。キョンテもなんか、あのカバンいいですねって言ってきてくれて、うん、ああ今はキョンテの真似したの？いや、ないです。もう椎名さんも買ったって言ってたし、もうみんななんか結構水木とかも、水木も言ってくれてたね。うん、うん、ありがたいっすよね。たくさん。いつまで買えるんだっけこれ。7日です。7日日曜日の、はい、そうっすね、11時59分、ね、日曜日の夜まで、うん、夜まで、あと3日ぐらいあるかな、まだまだ。
そうだね。あと、これ俺、ここにかけて出演すればいいですか、この後は。そうですね。で、あとたまに、多分途中から見た人もいると思うんで、パッパこう出しながら、たまにこう、あ、わかりました。こんな感じですよ、と。はい。で、わかりました。そうですね。まあ、使い方とかは、まあ、本当にいっぱいありますもんね。うん。うん、いろいろあると思う。この買い物に行ったら相当入るよね、しっかり。うん。いろんな食材入っ、もう、2リットルのペットボトルとかも全然入りますし。うん。あ、ちょうど2リットルの水あったわ。うん。さすが。ほら。ほら。この2リットルが入っちゃう。すごい。町が結構ね、あるんだよね。だから、はい、結構広がるんだよ。イメージしやすい。もう一個も入っちゃう。あら、はい、ちょっと重いです。だってもう、キーアンのスパイクも入るぐらいのデカさですもんね。いやいやいや、まあ入るけど。45センチぐらいあったんでしたっけ、スパイク。足のサイズ、はい、そうそうそう。今年から45。まあそれはちょっと冗談でしたけど、はい、はい、あとなんかあるかな、まあ、まあトートバッグはもう結構こんな感じで話しましたけども、うん、まあ、実際この期間、コロナ期間で自粛期間でいっぱい、まあこれを俺たちはいろいろ喋ってやろうってなって動いたんですけど、うん、他にもなんかいろいろみんなやってたみたいなんですけど、ゆうすけくんとか他何やっ、うん、自粛期間の話、はい、自粛期間の話とか新しい生活様式というか、そうね、まあやっぱ家にいる時間が多かったから自炊にトライしたりとか、うん、まあそういうのが多かったけど、まあでもやっぱ運動もしないといけないんで、朝の人がいない時間帯にランニングしたりとか、はいはい、まあ、そういうところでコンディションを整えてっていうところかな。そうですね。でも、うん、あれですもんね、もう練習もみんな始まって、どうですか、最近は。そういうなんか期間をこなしてから。今週からチーム全員でトレーニングがスタートして、まあ、やっぱみんなでサッカーできるのはすごい幸せなことだなと、うんうん、思います。はい。そうっすね。なんか、こうたくんとか、また、最近、変わったこととかあるんですか？生活が、やっぱコロナ、自粛終わって。できたこと。そうだ。まあ、でも、相変わらずあんまりこう、不要不急の外出は控えるようにはしてるけど、うん。まあ、クラブハウスとかでも、やっぱり、一緒にはやれるけど、なるべく密にならないようにっていうのはなんかチームとして徹底してやっていかなきゃいけないから、それは選手みんな意識してやっていかなきゃいけないよね。そうですね。まあ元の生活にはなかなか戻れないですもんね今は。うん、うん、そうだね。いろんなのに対応していかないとね。はい。じゃあそろそろやっぱりその J リーグも再開が決まって、まあ、僕たちも日程が決まってきましたけど、ちょっと再開に向けてのメッセージをじゃあちょっと一人ずつ言っていきましょうか。はい、じゃあ俺からかな。はい、お願いします。6月の末に試合が再開することが決まったので、今それに向けてチーム全員で、またコンディションを整えてやってるので、もう少しお待ちいただいて、楽しみにしといてもらってください。珍しい。もうちょっと待っててください。はい。キアン、どうですか？そうですね。本当に6月末から再開ということで、まあ、最初は無観客。ということになりますけどね、そういうあのダゾーンを通してでも何かね
本当に少しでも勇気だったり元気を与えられるようにみんなで頑張りたいと思うし、まあ、その J1 昇格に向かって本当今年は過密日程になって総力戦だと思うんですけど、なんとかねみんなで頑張りたいです。はい、はい、じゃあ次は僕が行って締めはコウタ君にお願いします。この自粛期間に、僕たちは多分おのおの、やれることをしっかりやってると思うし、ただ休んでたわけじゃないし、多分 J リーグが始まったらみんながパワーアップした姿をみんなに見せれると思うので、これからも一緒に頑張って J1 昇格に向けてやっていきましょう。そしてチャリティーバックよろしくお願いします。お願いします。コウタ君お願いします。いいね、閉まってるね。運気がコウタ君、コウタ君それユニフォーム上だけ下着てないの？下着ようと思ったんだけど去年のしかなかったから、うん、ちょっとさすがに立つのもちょっと恥ずかしいしね。いいホームなんで公式戦みたいに気合い入れてお願いします。あ、終わりました。はい、再開したら本当に皆さんに楽しんでもらえるように、今から本当にハードにやっていきたいと思います。でもそれでもやっぱりこうみんなのこう健康だったり安全がないと、サッカー観戦はできないと思うし、まあ、僕らもそのこれから感染してしまったりしたらまた皆さんに会えなくなってしまうし、とにかく自分たちのやれることをしっかりやっていきたいと思いますので、みんなでこうさらにこう気を引き締めて、僕らもそうだしサポーターの方たちも、みんなでこう頑張っていきましょう。はい、いい締めするな。やっぱ締めたがるからね普段もね。あ、お、質問、質問来てますね。お、ファジマル出てきましたね。お、何ですかファジマルくん。ファジマル何？ここが質問コーナー。質問、いや質問来てるよ。詳細のところ開いて。お、本当だ。まあ何か行こうかな。うん。プロになるために子供の頃やったこととかいいんじゃない？そうですね、子供たちにやっぱ夢を叶える意味では。さすがですね、田中さん。よく僕らのピッチの横で、パジャーノのスクールの子たちが練習してるのもたまに、うん、練習帰りの時とか見るんですけど、うん、やっぱ僕らが学生の時よりも上手だなと思う子もいますね。うん。うん。なんでまあ、プロになるためにやっぱりいっぱい練習して、さらに上手い選手の映像を見るなり、まあ今、動画とかもすごい発達してるので、まあそういうところで、見て覚えることもあると思うんで、まあそういうとこを、吸収してもらいたいなと思います。なるほど。木山さん、どうですか？子供の頃やったことですか？うん。そうっす。まあ、誰よりも練習することは意識してやってましたね。練習、全体練習終わった後とかにも。はい。こんな感じでいいですか？まあ、ちょっと質問がいっぱいありますからね。そうだよね。じゃあ次。これ多分気になってる人みんないると思うけど、無観客試合はやりにくいと思いますか？ああ。どうすかね、コウタ君。やっぱりどうしてもこう、なんだろうな、こう歓声が、皆さんのこう歓声だったり、景色がない、盛り上がりに欠けてしまうっていうのは仕方ないとは思うけど、でも相手に勝つためにやるっていうのは変わりないから、そういう意味では、問題は全然ないけど、でもやっぱりみんなの前で見てもらって、
楽しんでもらって一緒に喜びたいっていうのはありますよね。確かに。どうですか、田中は。うん。そうですね。まあやっぱり集中力がやっぱ切れるとかそういうところはあると思うんで、人あのお客さんがいない分、まああの味方同士の声の掛け合いであるとか、まあそういうところがすごい重要になってくるのかなっていう。まあただ経験まだしたことないんで、まあ僕らも探り探りのところはあると思うんで、いかに早くそういうところに適応できるかなっていうところです。でもあれですよね、もうアリさんがいつも言うコミュニケーションっていうのはすごいやっぱ大事になってきますよね、うん、去年からずっと言い続けられてることなんですけど、やっぱどんだけ試合中にコミュニケーション取るかで変わっていくんだろうなと思いますよね、うん、逆にでも ダゾーンとかで見てもらうときはそういうところも、うん、楽しんでもらえる一つかもしれないよね、はい、声が。じゃあラスト質問、自粛中大変だったこと。大変だったこと、木山さん。大変だったことですか。そうですね、まあ、やっぱり練習場が使えなくなってしまったのが、うん、大変でしたね。普段マサダを使わせてもらって、芝生、いい芝生があってそこでトレーニングできたのができなくなってしまったので、そこが大変でしたね。場所を探したり、うん、まあ、どうしても土とかコンクリートとかそういうところにが多いのでね、やっぱ、うん、練習場で芝生の上でサッカーできるっていうのは本当に幸せなんだなって、本当この期間に感じました。確かにな。てか、まだまだ。金山さんは？まあ、俺もやっぱりトレーニング、まあ、本当、外で走ったりとか、家の中でやったりとかしたんですけど、やっぱり、そこで追い込めるけど、やっぱ体のケアっていうところは、やっぱり、なかなか一人では難しいところもあって、でもやっぱ逆に言ったら、自分の体と向き合える期間にはなったのかなと思ったんですけど、まあ、ケアっていうのはやっぱり難しかったかなって、まあ、たまにちょっと腰痛くなったりとかしたときはもう、一人でずっとストレッチしてましたけど、そういうのは大変でしたね。なるほどね。これ質問40分まで、あと7分ありますね。そうです。まだまだ質問答えれます。あ、そうなんだ。俺、まだ急いで、はい、時間がちょっと分かんなかった。はい、岡山です。田中さん、まあ時間にとらわれないタイプですからね。岡山でおすすめのお店を教えてください。かっこご飯って書いてあるね。はい、ご飯。うん。いっぱいあるからな。はい。何がいいですかね。おすすめ。ご飯。カフェ。あ、俺はつい最近、練習場の近くにあるカレー屋さん、 あそこ美味しかったけど、カレーが好きなんで。ボンボイージ。ボンボイージ。はい、うん。そこはね、みんな、昔からのね、ファジアーノの監督さんもね、みんな好きで行ってますよね。うん。はあ、あそこのカレーいいね。うん。他はどっか行きます？いっぱいありますよ。いっぱい。あ、じゃあ次行きます。練習や試合の辛い時、気持ちの切り替え方法できてます。はいはいはい、うん、じゃあ上田さんお願いします。辛い時か、うん、そうだな、なんか辛いことも最近は楽しめるようになってきたというか、うん、すげえな。
なんかその辛いのを乗り越えたらやっぱりいい成果が出せるし、その自分も楽しくなるから、その先をこう想像しながら辛い時は乗り越えるかもしれないですね。じゃああれ、辛い待ちってことですか？辛い待ち、うん、たまに結構待ってる時、早く辛くなんねえかなみたいな。そこまで望んではないんだけど。でもなんかこう、うまくいかないなって時は逆に成長するチャンスではあるかなとは思うね。ああ、なるほどね。ま、あとはそれ引っ張られない過ぎない方がいいよね。その、辛かったら、辛いじゃなくて、うん、そういう時に小さい幸せっていうか、小さい感謝とかを探していけば、なんか思ってるか周りに、あ、俺幸せだなってなったりするし。うん。うん、俺はよくそういう考え方をしたりとかするかな。もっとちょっと硬いな、緩くいこうか。真面目に行きすぎてるな。そうだよ。もう8時半だからね、もうちょっと緩くいこうよ。ね。最近、田中さんはコーヒーの方はよく家で入れてるんですか？続けて。コーヒーはもうほぼ毎日入れてます。今日もストーリーにあげたんですけど、あの、うん、おすすめの、あの、岡山の倉敷にある、倉敷コーヒー館の豆を、はい、あの、お世話になってる先輩にちょっとお裾分けしたりして。あ、はい。某、都内にいる、稲本さんって方ですかね。まあそうですね。あの、他にも何。ああ、たくさん来たんだ。インスタに上がってたんでね。すごいよな、そう、ね、それと、ね、豆ですよね。コーヒーだけに、そういうとこも。はい、よっ。そろそろちょっと、カバンの方もちょっと、もう一回見せてもらっていいですか、皆さんに。なんか、ブールみたいになってるでしょ。ちょっとターンとかしてもらったりとかね。おう、いいな、かっこいいな、うん、ターンもいい、キレがいいね、ターンのね、中の方も見せてもらってみる。ターン意味あるこれ。おう、いっぱい入りますね。ここ長財布も入ります。だから汚れてきたら、あのデニムのとこも色落ちしないんで洗ってもらって大丈夫なのかな、多分。うん。おそらく。おそらく。そこはもう一回確認しましょう。単体で洗ってもらって、ちょっと他のものと一緒に洗わないように。うん。でもらって。そうですね。まあ、でもそれがどうしても怖いなっていう人はもう一個買ってもらえれば。ね。はい。予備で買っておくべきかもしれないですね。はい。じゃあ。そうですね。なんか、ファジマルの、皆さんの、大人気のファジマルがいるんですけど。うん、ああ。ファジマルさん？ファジマルさんの魅力をちょっとなんか、ファジマルが言ってほしいみたいな感じで言ってたんですけど。ファジマルの魅力？あれだよね。ファジマル、運動神経すごいいいよね。ああ。こう試合前とかハーフタイムとかさ、はい、結構あれじゃない？前方宙返りとかしてない？ちょっと、なんか、結構運動神経いいなって。確かに。多分ファジマルだと思うんだけど、それ。あ、可愛いからね、ファジマルね。帽子可愛いよね。ファジマル、うん、ファジマルというか、始まるじゃないけど、それじゃ。始まるの魅力。魅力はやっぱ、なんだろうね。色が、カラフル。派手？白黒ではないと。うん。そこは魅力かな、俺は。うん、だいたいどこのマスコットも派手じゃないですか。
そんなことない。多分こんな話してたら多分始まる出てくると思うけどな、そろそろ。どんな色、どんな顔し、あ、出てきた。カラフル、やっぱり。つぶらな人。確かに。目が可愛いね、あとね。目が。うん。思ってるか、くちばしも結構ある。あ、本当だ。うん。うん。口かわいい。まつげも長めだね、結構。確かに。ねえ。うわ。ああ、またこのアングルだとちょっと、うん。かわいさが増すね。俺はの口が好きかも。うん、ここまで来ちゃうと、仮面ライダーみたいになっちゃってる。うん。やめなし。やめなし。ユニフォーム。すば。お知らせが。お知らせ。何ですか、はじまるくん。6月7日は何の日か知ってる？バックの締め切りじゃない？6月7日？ああ、それもあるね。うん。もう一個多分あると思うんですけど。なんだ。実は僕がスタジアムデビューをした記念日なんだ。デビュー11年を記念して福袋を作ったの？福袋。え、どんなのが入ってんの？お、福袋ね。これが福袋。中身は？お？なんでそれ？これは何？クッション？財布？みたいな。財布っていうか、なんかポーチ？クッション。クッションかな？なるほど。スリスリするんだね、それね。ああ、スリスリクッションね。今流行りの。ね。寝るときにそれやってると寝やすいっていうやつね。他には？おう。ああ。まあ、タオルマフラー。タオルマフラー。うん。ああ。いいね。いっぱい入ってるね。他には？他にはまだ出せるの？あと一つ。おう、岡山のバッグね。ああ、ちょっとスモールサイズかなね。うん。でまだまだ入ってるんだよね、多分ね。詳細。ああ。じゃあ、チャリティートートの後は、この福袋をぜひ皆さん。うん。買ってください。お願いします。お願いします。僕も登場させてくれてありがとう。仕方ないけどね。うん。うん。話だけどね。うん。始まる人気のがあるかもしれないからね。うん、それは否めないね。ねえ。で、もう、そろそろ、あ、バイバイ。突然、ね、突然去る、始まる、ね。結果これ何人ぐらい見たんだろう。ね。途中経過400人ぐらい見てたけど。うん。そんなに？450だって、すごっ。嬉しいわ。嬉しいですね。もう一回見せときますじゃあ。はい、うん。じゃあ、ラスト締めを。まあ大体締めたんですけど、うん。一人ずつ一言また、パッと締めて、終わりましょうか。じゃあ、ゆうすけさんからお願いします。はい。皆さん、バッグを買ってください。お願いします。いい。いや、お願いします。
私？はい。皆さん、バッグを買ってください。はい。俺先行こうか、順。いや、多分俺が先行った方がいいと思います、流れ的には。え、ポト君行きますか？大丈夫ですか？僕で大丈夫ですか？あ、じゃあ俺行きます。え、皆さん、バッグを買ってください。こんな最後。これ最後大事よ。これさ、買ってください。ペッて切れないからね、これ。いいよ、純喜、真面目に最後いいよ、まとめて。うん、まあでも本当、こんなね、お三方が頭を下げることはなかなかないと思うので、ぜひ、ご購入お願いします。そして、本当、今日は、たくさんの皆様がご視聴いただき、本当にありがとうございます。まあ、僕たちが何かできることが何かということで、今回はこのような形で、いろんな人にサポートをしてもらって、販売することになりましたけど、これからも何かできたら、お二人は何かやっていきたいと思うので、この時もぜひご協力よろしくお願いします。今日は本当にご視聴ありがとうございました。では、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、買ってください。見えるのかな。買ってください。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。